ついていこう。誘惑、誘惑。稼ぐってなんだろうな。通りがかりの車をヒッチハイクのふりして、有金を奪うとかそういうオチかな。物騒だった、結局考え方が。稼ぐってあれか。ゴミ箱漁って、現物を取りに行くとかそういうオチなんだな。わかったぞ。だいたいそういうあれだよね。そういうの、だいたい。どこまでついていくんだろうな。あったかいもの買うには5ドル必要だ。あ、そういうこと。あ、なんだ。寒いから不便に思ってくれりゃいいんだが。単に物乞いをするってことね。これでも今、指名手配されてないの、ジョディ自身は。大丈夫？お金ください。5ドルってどのくらいで集まるの？通行人の気分次第だな。まあ、3時間の時もありゃ、1週間か。一週は一日じゃたまらない量なの。それははーってなるわな。お腹すくよりも寒さの方が大変だよ。ここへさ。でしゃり暮らしの藤川さんは一晩寝ただけでね。まあ裸だったからって言われてる。死んじゃう。だからね。お腹すいた。うん、腹減ったね。金が手に入るまでは我慢しろ。5ドルでどのくらいの何が食えるのかな。Don't feel。じゃあ Don't think。Feel。どこに行ってた？はい。あ、俺スタンじゃないか。同じ場所にいてもあまり意味がないと思う。ああ。いい考えだ。あっちに行ってみるね。どっちだ？頑張れよ。二人で、そうだね、二人で5ドル稼ぐよりも、二人で10ドル稼ぐ方がいいかもしれないからね。あっちってどっちだ？これなんか倒れてた近くのところなのかな？ああ、でもそれっぽいか？どうかわかんないな。お兄さん、お兄さん、おい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 。なんかものすごい不自然な方向転換だったな。座ります。ねえ、お兄さん、私の手握って5ドルくれない？何も展開はなさそうだな。じゃあ反対側行ってみる？これ、右も左も、お、大丈夫か？ああ、よかったよかった。あっち行ってみるってどっち行くんだ？放火したとかか？これどこに向かってるの？これ、今、エイデン何も関係ないよね。そうだよな。うん。スーパーマーケット。これスーパーマーケット行こうとしたら追い返されるかな。金がないだろ、君。とか言う。俺だって警備員だよね。何？なんで？すごいな、あいつ。サイキックパワー。この街も随分荒れたもんだ。そうだよね。おい、そりゃ言い過ぎだよ。不景気なだけだって。うん、うまくいかないやつだっているさ。人間ってその、まあ、人間っていうか、ま、経済的活動のことを考えたら、まあ、不景気の時ってみんな自分の手元にお金を置いときたいっていう考え方があるから、不景気になると、ますます不景気になるんだよね。バブル期みたいにお金がね、なんかいろいろと、バーンってやる。なんか、おー降ります。手っ取り早い稼ぎ方があんじゃん。もっとできない。もっとやろうぜ。できないか。そんなことするくらいだったらさ、なんかバーンってね、人間飛ばしちゃって。よし。物乞い、物乞いしようか。すみません。何か。コーヒーをくれませんか。もらえませんか。うせない。ホームレスはお断りだ。そういう世界だよね。うん。頼むよ。お願い。何かちょうだい。中一発だったらしてあげるから。警察を呼ぶ前にさっさとここからうせな。そんなこと言っていいのか。エイデンがいるぞ。てか店員誰やねん。ちょっと見てやれ。エイデン。今年の冬は寒いね。去年は短パンだったのに。マジで冬に短パンだった。本当に嫌になるよ。いやー、それは嫌になるね。店員さん、今日はお前かこの野郎。あ、女性なんだけど。他には何か。こいつか。トースター。こいつはコーヒーを。そう。なんだってんだおい。エイデンが怒ってる。やめてエイデン、意味ないよ。いや。やられたらやり返す。コーヒー返しだ。で、どうしたらいいかな。よお姉ちゃん、どうしたん。おう、小銭稼ぎたくねえか。
おお、稼いでる。いいよ。じゃあ興味があるわ。助けてくれるの？ああ。俺があんたを助けたら、俺の頼みを聞く。10ドルやる。本当に頼み？俺と一緒に裏へ来な。ああ、もう、あ、いいだろう。10ドル。もう完全にエッチなことすることしか想像がつかないけど、それでもいいよ。こんな寒空の中でそれをやる気が起こるんだったらな。10。よし、ついてきな、ベイビー。150ドルだったらまだ考えるけどな。10ドルって、随分と安く買われたもんだ。まあいいよ、行ってやろう。って言っときながら、一貫なーい。ここはちょっとなんか面白い展開になりそうだから行ってあげようか。さあ、何が起こるかな。ということで、Go, エイデン。めっちゃ待ってる。すげえ悪そうな顔してるな、こいつ。こんなところでまさかキャッキャウフフするの？すごい体温のあったかさだよね。え？え？裏へ来いって言ったのに、どっか行っちゃったよ。おじさん？おじさん、あれ？あ、タイムリミット来ちゃったから、もう、お前なんか相手にしてやんねえよって。ちょっと待って、CPU の扱いがマジで雑すぎる。本当に。え、終わり？めっちゃ、個人的に期待してたのに。わー、終わったわー。え、もう一回これ同じこと繰り返すとかかな。デジャブ？さっきの場所に戻ってないかな。で、お嬢ちゃん、10ドルで俺の頼みを聞いてくれないかとかって、もう一回。あ、やる？これ。簡単だろうが、その可愛らしい唇だけで。ああ。あ、わかった。そういうことだったのね。相場は30ドルです、そういうのは。うん。で、お口じゃない方は、まあ、だいたい150ドルくらいかな。長えな、このパート。おう。あれ？ああ、遅れそうだ。そうか。ギター。違う、ギター。ギター、ちょうだい？売ってあげるよ。あなたのギター？ああ。できれば、弾きたいとこだけど、指が凍りそうだね。凍えそうな上に、それで弾いたら弦で切っちゃいそうだよね。弾くかい？あ、いいの？ 52。マジで？弾いてあげるよ。エイデンが。じゃあ一曲弾かせていただきます。チャラチャラチャチャチャラチャラチャ、いやひどいな。チャラチャラチャチャチャラチャラチャ、ビル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 。おお、チューニングちゃんとできるんだ。てかギター弾けたんだね。じゃん。Sorry, I... おお、頑張った。Cut through the bone. Make it hard to leave you alone. Leave you here wearing your wounds, waving your gun.Somebody new, oh. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost cause. Tired of fighting, yeah. Tired of fightingマイク使ってないのにどうやって歌声響かせてたの？いやーマジックだね。しかもわずか 1,2 分の曲を歌うだけで一瞬で暗くなったよね。じゃあこれは私のだ。
と言いたいとこだけど、お兄さんに渡してあげよう。それはギターを貸してくれたおかげなんだから。え、まさか全部取ってく気？ジョディさん、おお、何も言わずに、あ、そっちがありがとうって。さあ、何ドル稼いだ？スタの様子見に行こう。そうだね、戻ろう。スタ、大丈夫？調子は？ダメだ。あ、ちょっともらってる。ナンセンス。ダメだ。そっちは？なんと、てねーん、10ドルゲットしたよ。おい、それジョディ、その金どこで手に入れた？すぐそこでちょっと歌を一曲歌ったらね。ギターを持ってる人がいて、めっちゃ声響いてね。ちょっと借りて弾いてみたんだ、うん、でお金を稼いだの。大丈夫、なんかうまい棒を加えたわけじゃないから気にしないで。おお、めっちゃある。え、15ドル？そんな気だったら1週間遊んでる。やるじゃねえか。これ助けてくれたお礼だね。ここにいろ、食べ物を買ってくる。いや、よくない気がする。帰ってこないんじゃないか。帰ってこない気がするね。大丈夫か？裏口から抜けて戻ってるとか、そういううちなの。何持ってんだ？見てみろよ。あ、宝くじでも当てたのかよ、おい。やばい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 。面倒はごめんだ。面倒？え、まさかそういうオチになるんか。その通りで。いいか、取ってるか。バッチリだ。ちょっと何もできないの？ちょっと。行かないの？え、ジョディ何してんの？行け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 。こいつ速攻で伝わりやがって。ちょっと待ってよ。やめて、痛い目に遭いたいの？うわこの時代の最先端の YouTuber か。の彼女のお出ましたぜ。せめて孫って言ってくるね。映してろよ。これから汚ねえメス犬のしつけ方を見せてやっからよ。甘い。 CIA 舐めんな、バーカ。次やる。甘い。おいちょ、その程度の格闘もかじったこともないようなやつが私に立って向かうっていうのかい。おら、え、なに？まだ取ってんの？加勢しないの？あー、それともやっぱり甘いわ。足を押さえなかったことがあなたの範囲だね。金的？金的？あ、そっち？よし、いいね。さあ、とどめの時間だ。バットを奪って、ほら、図に乗るな、コアッパが。あんたもやる気？この女おかしいぜ。覚えて。違う、おかしいのは君たちの弱さ。お前どうやって？私、軍隊にいたことあるの。そう。ああ、でも、で、あの教官二人をボコボコにすることも意図はなかったから。戦い方も知らない。つえな。奴らが戻ってくる前に行こう。そうだね、40人とか来たらあれだね。ごめん、スタン疑ってごめんなさい。本当にいいやつだった。でも寒空の中で待たせないで、ちゃんとあったかいところに入れてあげてほしかったな。Your new home is here。 え、待って、またこれ飛び降りる、飛び降りないの。飛び降りたら、このゲーム、ここでエンディングを迎えてたのかな。なんか、8種類か9種類くらいあるらしいけど、そんな滑るようなところでそんなギリギリ立ったら怖い怖い。え、QT、よし、みんな。お、降りに行きな。行く。だからここでどういう生活を過ごしてジョディは次の展開に進んだのかな。冬を越してだよ、ね、ほらジョディ、食べな。ありがとう。今日はデザートにチョコレートもある。マジで？チョコレート？どんな味がしたか忘れちまったな。ね、カカオのパーセンテージによってあったかかった、あ、違う、苦かった、ね、何があった？甘かった。まあ、ちょいと滑らせてな。ジョディのおかげで戻ってこれた。そう、ジョディがボコボコにしたんだって。4人の男を手玉に取ったんだ。ジョディがのしちまった。全員骨抜きにしちまった。攻撃してきた相手のことちょっと自慢しようかな。あいつら知ってるの？ああ、見たことがある。この辺りでよく喧嘩を吹っかけてる。で、
カメラで撮影して、それを YouTube に投稿してると。あれ投稿したら面白いけどね。女にのされちゃいました。あのクソガキどもか。で、グッドボタンが 100%。まだ気づいたな。ジミーは？ジミー？大丈夫？ね、大丈夫？寒い。あー、薬切れたな。凍えそうだ。薬が切れちゃったね。ドラッグだよ。あ、いいの？折れた。お？どうしてここに？あ、それ聞いちゃう？俺は高校の教師だった。まあ、立派な仕事じゃないですか。ローンの支払いができなくなるまでな。どんだけ借金抱えたの？家を失い、仕事も。何かやったの？友達もなくして、そしてここにたどり着いた。赤ちゃん。ね、予定日はいつなの？来月。おお、もう臨月じゃないですか、じゃあ。しばらくお腹を蹴ってないの。え？すごく心配。それはそうだ。彼氏が暴力をな。マジで。子供はいらないって。危ないやつ。なんでやっちゃうんだよ。自分はジョディ。あ、私。自分のことは話さないけど。彼氏。どうしてホームレスになったの？人に言えないようなことをしたの。本当に人に言えないようなことをしてきたよね、こう、うん、リアルな話で。利用されてることに気づくまで。なるほど。あ、きっと。え、でも教授の聞こえるかもしれないけど、元からもやっぱそう言われる。私は人と違うの。そのせいで人生めちゃめちゃになった。大丈夫か、これ暴れるんじゃないか。人と違うって言ったが、どう違う？誠実に答えましょう。生まれてからずっと霊体と一緒にいるの。お化けが見えるの。どういうことだ、霊体って。エイデンっていう霊体で。ああ、そこまで喋るんだ。いつもそばにいる。何ができるかちょっと見せてくれないか。今もここに。どこにいるんだい？ドラッグにやられてるのはジミーだけじゃないみたいだな。これでまたスタンに話されるんじゃねえか。大丈夫か。じゃあ本当にいるよっていうことを見せてあげようか。ちょっと引くわマジで。奥さんいるじゃん。大丈夫？何する気？何してる？いいから。何してるの？おお。え？あ、そういうことか。これでリンクして、リンクさせて、違うの？こっちか？違うね。こっちだってる。これでうまくいってる？ああ、いってる。で、ジュワーンってなって。奥さんとの再会。さあ、左肩を見て。スタン、私よ。え？おい、ジョディ、やめろ、笑いね。久しぶりね、スタン。ちゃんといるよ。もう4年経つわ。白目むナ、ナンシー。奥さんとの再会。そうよ。そうよ、スタン。私はここ。ずっとあなたの隣にいたのよ。そうだね。いや、左肩見て、左肩。自暴自棄になってるあなたを見てると辛いよ。自分のことを責めてこういう生活になってるのかな。白血病になった奥さんになんで気づけなかったんだとか。うん、君らしや心が空っぽだ。何もない。かつて私たちが分かち合ったもの。うん。それが変わることは決してないわ。いやー、そういう一言があるとね、もう新しい人生を始めなきゃ。仕事引きずるんだけど、幸せになって私のためにお願い。そうだよね。いや、でも思うな、それは思うな。仮に俺が先に死んで奥さんが一人取り残されてって、まあ、それが何歳なのかっていうのは分かんないけど、それでやっぱり死んだ後でも、まあ、幽霊になって出会えるかっていうのは分かんないけど、まあ無理だろうな。でもやっぱ奥さんがその残った人生の中で俺がいなくても
幸せになる道っていうのをこうどう辿っていけるかっていうことばかりをこう願うってところだね。それは娘に感謝するとおいしい。いや、いい回だね、これは。奇跡だ。これ奇跡だ。そう、これが霊体といるっていう話ですね。エイデンのおかげ。ジョディ、まあ、こういう使い方ができたら本当いいんだけどな。なんで戦わなきゃいけないんだろうね。ありがとう。いいえ。これで一歩踏み出せるよ。大丈夫。人生死ぬまでチャレンジャーにしても今日は疲れた。久々に4人の男をボコボコにしたわ。もうちょっとでうまい棒やらされるとこだったし。おはようございます。あーなるほど、出産間近か。大丈夫か。あ、でもこうなってるってことはちゃんと生きてたんだ。もしかして陣痛が始まった。救急車だ。呼んでくるから。病院丸ごと用意しないと。いやいや、丸ごとはいらないけど。ダメ、病院はダメよ。赤ちゃんを取られちゃう。赤ちゃんは誰にも渡さないよ。そうだね。何言ってんだジューズで。ここには何もない。毛布も足りねえし、お湯もねえ。そうだね。何もねえんだ。産んだ後の赤ちゃんをこう包むあれがないからね。私の赤ちゃんの命を。これどっちかっていう話になるんだけど。おいおい、しっかり落ち着いて。なんとかする。やっぱ救急車呼ばないと。なじみ。はい。そこ降りてくと古い空き瓶がある。はい。入れるか見てこい。了解しました。あ、分かった。頼む。薬切れてない、大丈夫。お前はチューズでどこにいる。ジョディ行こう。分かった。必要なものを手に入れてくる。チューズで。俺たちが戻るまで我慢してろよ。分かったから。早くしてってなるよね。急いでお願い。そりゃそうだわ。嫁さんが陣痛に遭っているっていう場面を直接見たことがないからわかんないんだけど、ジョディ行くぞ。お産が始まってる時に、なんでそんなジョディ行くの？お産が始まってる時になかなかその子供が生まれたっていう連絡が来なくて、病院からコロナ禍だから面会できる時間限られてたんで、生まれてから行くっていう話になったんだけど、どうするの？なかなか来ないから、医者の当てあるの？病院に心配で電話かけた。いや、うちにしたって払う金もないだろ。じゃあどうするつもり？いいか。そしたら電話越しで嫁が叫んでいる。少しでもチャンスを与えたい。温めてやって、それにおむつや布団や服も必要になる。だから本当にその目の前で見てる男性とか失神するんじゃない？本気で思ったもんね。考えてね。でもなんとかする。来い。分かった、行く。とりあえず腰痛めてる。大丈夫？さっきボコボコに殴られてたもんね。ここを開けて、ちょっと子供が生まれそうなんだっつって、なんとかしてもらうしかない。ここなら全て揃う。入り込めればな。入り込めるよ。エイデンがいれば。方法が、何か方法があるはずだ。エイデン、出番だ。私がやる。どういうこと？なんだ？どうやって？お任せあれ。いいから。うん。行くぞ。デュワン。じゃあ戻ってダメなんで。よし、出発。あれ、ああ中にあるのか。これを、いやこれをパキーンってやっても仕方ないんじゃない？こっちだな。シャッターまず開けます。で他に、ああこれもあった。え、これはなんだ。これを今動かしても仕方ないね。じゃあガラス窓をドン。オッケー。まだ。待って。警報装置、そうだよね。警報装置かなんかを切っとかないといけないよね。何かが足りない？これ？これをパーンしても仕方ないし。これただ単にポルターガイスト現象を起こしてるだけだよね。監視、あ、そうだ、監視カメラにジョイ。警報。よし。これで後が楽なはず。そうだね。あと何かできる。これは一体どうやったんだ？エイデンです。説明は後。とにかく必要なものを持って出よう、うん。まずは毛布とお湯。新鮮な水、ミネラルウォーターが欲しいね。お湯はできるはずだから。ちょっと待って。何もしないの？待ってるだけ？あ、見張りか。持てるだけ持ってきた。オッケー。さあ早く戻ろう。行こう。行こう。あ、戻ったか。戻った。
破水した。やばい。シュータビル入れたか。ああ、ウォルターが一緒だ。マジで。あ、移動してたんだ。いつの間に。早いね、移動。てか動けるんだ、あんな状態の中で。破水か、やばいね。いよいよだね。急げ急げ、ジョディ。こんな寒い中、ね、妊婦を移動させるってなかなか酷な話なんだけど、さっき言ったビルってどこビル？エコスビルカフェとか。急げ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 。雪で足取られるの分かるけど、あのひょこ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 ペンギンみたいになってる、ね。さて登ってこっち柵。柵を登ってサックサクやで。今日は一段と冷えるな。オッケー大丈夫？なんか誰かに任せたらいいんじゃないか。よし登るシフト。こっちだ。はいよ。毛布っぽいのがある。ん？どこ？これ今、そうだね。今エイデンになっても仕方ないよね。これはなんかどっちかっていうと違う声に聞こえるのは気のせいか。違う違う違う、そんな想像をかきたててはいけない。私は健全な男子なんだ。決してピーとかピーとか言わないから。うん。こっちだね。左。大丈夫か？あ、生まれる？さあ。ちょうどよかった。今にも生まれそうなとこだったんだ。あーでもなー、どうだろうな。ちょっと、いや本当は指を入れて頭が出てるかっていうか。みんなよ。ジョディはいて。そうだよね。見せられないよね。見せられないよね、そんなところね。うん。さすがにな。助産師っていうか、医者じゃない限り、さすがにちょっとそこは見せられないからね。よし、ジョディ、手伝ってあげて。私、出産に立ち会うのはこれが初めてだから。私だって初めてよ。でも男の人に鎮痛で苦しんでる姿を見られるのは嫌。それはそうだ。旦那ですら嫌って言われるケースがあるからね。OK。じゃあ。OK、大丈夫、大丈夫。きっとなんとかなるから心配しないで。そんな難しいことないでしょ。ね、うん。いやいや、難しすぎるんだよ。男だったら死ぬようなことなんだから、出産って。大丈夫？とは言えないよね。とりあえずまずズボンを脱がないといけないよね。オッケー、今脱がせてあげる、うん、楽にしてて、力蓄えて。今あなた何も考えなくていい。で、お、どうしたらいい、どうしたらいい。あー、これかこれかこれか。オッケー、ヒーター、ヒーターがいる。ヒーターをつける。オッケー、これで温めて。今から部屋温まるかな、大丈夫かな。下着は脱がさなくていいのか。下着履いてるよね、あれ。おパンツ見えてるよね。で、他にできることは、あの工具箱かなんかに入ってる。これで、あ、オッケーオッケーオッケー。で、ハサミで切る。古いマットレスをきれいにしよう。オッケー。で、新鮮なマット引いて、元気づける。大丈夫、大丈夫。オッケー、大丈夫だよ。はい。ラマーズ。こうだって呼吸を、あ、ひひふ、ほんと この知識くらいしかなくてあれなんだけど。大丈夫。深呼吸、深呼吸、深呼吸。いい、吸って、息を止めちゃダメ。ジュッて、そう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 、吐いて。常に酸素。分かってるわよ、深呼吸してるじゃない。この時に女性って本気でこう性格が変わるっていうからね。じゃあ生きんで生きんで、生きんで。こういう情報は知ってるんだね。頭出てきてるのかな。そっか、固定すられがないから、これ足を開いといてあげなきゃいけないのか。あ、出てきた。大丈夫だよ。オッケー、その調子で頑張って。よし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 、出てきてるのかな。見えた。お、頭が見える。見えたよ。こんな風に出てきてるか。生きんで。あと少し。あ、取り出す頭。いけ。あ、出てきた。おめでとう、チューズで。あ、動いてるけど、泣かないけど大丈夫？あー、あー、かわいい。めっちゃ髪の毛生えてる。すごい。へそも切らなきゃ。あ、ハサミ。はーい、赤ちゃん。大丈夫かな、チューズで。これで力尽きたりしないかな。よいしょ。あー、懐かしいな、なんか、これ。あ、ちょ、ごめんなさい。
で、その切らしてもらったんですよ、僕も。なんか、うん、子供ってこういうもんなんだっていう。これでも大丈夫かな、喉の中に水、羊水とか溜まってたりとかするから、なんかこう吐かせてあげたりとかそういうのしなくて大丈夫なのかな。僕は病院で取り上げてもらったから、そろそろけど取り上げてもらったから、なんかチューブかなんかさ、全部吸い取ってもらったりとかしたけど、これでいけるのかな、大丈夫かな。大丈夫、誰も邪魔させない。そうだよね、やっぱ子供って本当にそういう存在だからね。いやマジで可愛いよ子供って。みんなを呼んでくる。うん、あ、その前にストップストップ呼ぶ。あー、まあまあまあ布団かぶせてるからいいか。いつの間にかぶせたんだろうな、ミスタクライトって。あのとんでもない格好だのままだったらあれだったもんね。ほら可愛いよ、こんなに可愛い、小さいんだ。そう、本当に小さい。名前はゾーイ。ゾーイね、こいつすげえ可愛いじゃねえか。ちょっと言葉遣いに気をつけてよ、聞こえてるんだから。そりゃ気をつけなきゃいけないね。神々しいんだよね、すごく神々しい。あ、同じセリフ言った、かぶった。みんなのおかげで無事に埋めた。あ、それにジョディの、ジョディの最高のサポートがあったおかげでね、ジョディもこういう瞬間に立ち会うことができたから、ますます生きる希望ができた。お前は奇跡だ。ていうかあれから何、来月よって言ってたってことは1ヶ月待ってたったのかな。そういうことだよね。あのだからその寝る、ご飯食べて寝るっていうシーンのところで1ヶ月経ったって設定になってるんだろうね、きっとね。よかった、でも無事に生まれて。こっからが本当に子供って成長早いからね。今ついさっき本当に4ヶ月目の自分の娘と、今ね、あの8ヶ月9ヶ月の9ヶ月目になるのかな、の娘がいるんだけど、全然大きさが違うもんね。